こんにちは、アススです。2泊3日の奈良京都へ夫ご接機と行ってきます。東京駅の中のイータリーでおやつを買い、グランスタでお弁当買いに行きます。東京駅はいつもすごい人でにぎわっている。まずは酒屋でお酒を物色し、美味しそうなお弁当を発見。RF1 ではお酒のおつまみをチョイス。新幹線に乗る時間まではしばしショップを散策。さて、ご接機は早速朝からビールにピリ辛唐揚げで一杯やってますね。私はアサリの炊き込みご飯と甘さ際立つホワイトコーンのサラダをいただきました。朝ごはんというよりは朝昼兼用のブランチみたいな感じで食べております。なんといっても今夜は奈良で美味しい食事がいただけるイベントに参加するので、お腹の管理は計画的にしていかないといけません。今回の旅行は私たち夫婦の好きな石川県七尾にあるヴィラデラパーチェの平田シェフと、奈良県でオーベルジュの立ち上げ準備中の砂山シェフがコース料理を振る舞うイベントに参加するのが目的。これは絶対体験してみたいと思い行くことに決めました。さて、東京駅で買ったオードブルと武田ワイナリーのロゼを開けています。これぞビストロ新幹線。新幹線で3時間くらいあるので、音楽聴いたり外の景色を見たりしながら、のんびりしながら向かいます。本日のコーディネート、新幹線の洗面所よりお送りいたします。トップスは傭兵王の。コロナ禍に傭兵王の服に出会ってからは好きなデザインが多くてよく集めました。これはそのうちの一着。ジュエリーはもうかれこれ十数年ずっと好きで集めているマリー・エレーヌ・ド・タイアック。ゴールドの色味と色石が可愛いので、とっても気に入って大事にしています。時計はスマートウォッチのシャオミー。充電が月に1回くらいだし、お値段も4000円だし、これほんと便利なんです。足元はこんな感じ。さあ、いよいよ京都タワーが見えてきて、京都で乗り換えて奈良を目指します。奈良駅に着きました。奈良に来たのは中学校の修学旅行以来ぶり。駅にいるセント君も修学旅行の時にはまだいなかったので、初めましてでした。さて、タクシーに乗り宿泊でお世話になる弥勒へ。こちらはカフェ雑貨屋さんで有名なくるみの木のオーナーさんが手掛けているホテルです。新しくて洗練された綺麗なホテル。荷物をホテルに預けて奈良の街をお散歩しに行くことにしました。日差しから守ってくれる麦わら帽子は必須。中心地に向かっていると猿沢池に出ました。五重塔が見えて、なんて癒される風情のある場所なんでしょう。ようやく間近に鹿に会えました。おとなしく芝生の上に座っているし、とっても可愛い、癒される。街の商店街ではもちろんこんな風に鹿のぬいぐるみがたくさん売っていました。面白いですね。それにしても夏の奈良は暑い。少し歩いただけで暑すぎて、果物のスムージーやアイスが食べられるお店に吸い込まれました。もう暑くて冷たいものを飲まずにはいられない暑さでした。私は桃のスムージー、夫ご接機はメロンのスムージーを頼みました。
スムージーの上に生のフルーツが乗っかっており、贅沢。そして美味しい、ひんやりしたスムージーと果物が体に染み渡る。本当にこのお店に入ってよかったと思いました。しっかり一滴も残さず食べました。お店を出てすぐ近くの和菓子屋さん中谷堂へ。ここのよもぎ餅が美味しいと噂を聞いていたので楽しみにしていました。目の前で作りたてのお餅が食べられるのです。これがまあ美味しいこと。もし奈良にまた行ったらこれは絶対食べに行きます。街をぶらついていたら偶然見つけたハラール系のお店、はい、ごせっきーがスイカジュース売ってると見つけて即購入。これはスイカを種入りのままクラッシュして塩が入っているなとジュースの作り方を研究していました。美味しかったです。外観は歴史を感じる木造の建物菓子屋へ。ここは事前に行きたいなと思っていた場所です。イートインしているお客さんが全員浴衣を着て和菓子のコースを召し上がっていて、それがまた風情ありました。私はお土産のお菓子を買いました。さてお寺や行きたいところがいろいろあったのですが、外にいるだけで暑さにやられそうだったのでホテルで一旦休むことにしました。今回こちらのホテルに泊まろうと思ったきっかけは、夜の食事のイベント会場の主催がくるみの木だったので、くるみの木が営むこちらのホテルに泊まってみようと思い決めたのでした。扉を開けると預けた荷物がすでに部屋に置かれていました。落ち着いた色合いですっきりしたシンプルなお部屋、とっても良い感じです。ツインのベッドの横にクイーンベッドぐらいのソファーがあって、それもくつろげてとても良かったです。洗面所はシックなグレーで統一されていて素敵でした。その奥にトイレと浴室が配置されています。浴室は湯船付き、横長の鏡は結構珍しいなぁなんて思いました。使いやすかったです。一泊朝ごはん付きのプランにしたので、こちらのホテルでもご飯をしっかり食べる予定。翌朝の朝ごはんの時間をフロントで伝えてこのチケットをもらいます。さてそろそろイベントの時間が近づいてきたので、お食事しに行く服に着替えました。このトップスの2つはもう10年選手くらいですが、気に入っているので大事に着ています。お気づきかもしれませんが、カルベンの鹿柄トップスはこの奈良という場所に寄せてセレクトしてみました。外に出ると美しい空の景色が出迎えてくれました。次回はいよいよ砂寺パーチェ。平田シェフ、砂山シェフからの最高のコース料理をいただいてきた様子をレポいたします。朝早く起きて氷みくじを引きに行ったり、一人で京都の町中華を堪能してきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回も見に来てね。